Zoom で参加されている方に、Zoom のご案内です。あ、Zoom の機能のご案内です。セッション終わった後にですね、時間がありましたら質疑応答の時間を設ける予定です。で、その時にですね、質問がある方は挙手していただいて、指名して質問するという形を取っています。で、その挙手なんですけれども、Zoom の画面見ていただいて、下の方にですね、アイコンいくつかある中で、参加者というアイコンがあります。で、それを押していただくと、参加者一覧の画面が出るかと思いまして、でその画面の下に、挙手という、アイコンがあるかと思います。で、こちらを押していただいて、実際に質疑応答をするという形になります。試しに、挙手のボタンを押してみていただけますか。もし分かる方、ありがとうございます。筒井さんとか、スタッフの小島さんもありがとうございます。分からなかったら、チャットとかで分かりませんとか、質問を言っていただくのもでも結構なんですけれども、挙手の方が分かりやすいので、もし質問する際は、ぜひそれ自体を使っていただければと思います。ありがとうございます。手を下ろしていただいて。はい。また、YouTube でご覧の方にお願いです。この部屋のハッシュタグ、PyConJP_3 となります。Twitter などでですね、感想ですとかコメント、ぜひこのハッシュタグをつけてツイートしていただけると、このセッションが盛り上がるのでありがたいです。ぜひお願いします。それでは間もなく時間になりますので、これから稲森明さんによる発表を始めたいと思います。タイトルは、スペックドリブンディベロップメントフォーレスト API です。発表時間は質疑応答を含んで15分となっています。稲森さん、発表前にマイクテストを兼ねて読み上げ事項をお読みいただけますか。はい、ありがとうございます。では読み上げます。私の名前は稲森明です。発表タイトルは Spec Driven Development for REST API です。発表説明は日本語です。発表資料も日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影にも同意いたします。PyConJP の行動規範に同意します。ありがとうございます。クリアに聞こえているので問題ないと思います。それでは稲森さん、画面共有を開始していただけますか。はい、はい、しました。はい、ありがとうございます。それでは稲森さんを拍手でお迎えください。よろしくお願いします。よろしいですか。はい、大丈夫です。発表お願いします。はい、では、稲森です。改めましてよろしくお願いします。Spec Driven Development for REST API。なんか PyConJP のパイコンが全部大文字になっているのは、なんかこのシートの仕様です。後で直したいです。それではまず自己紹介ですが、はい、Akira稲森。インフラエンジニアで一応 IIJ によりますが、IIJ の業務としてはやっていないので、まあ、いるんだなということぐらいで、会社の情報を出しているとか、そういうところはあまり考えないでください。で、ずっと社内のサービスの開発とか運用をやっている傍ら、4年ほどアメリカに駐在でいてきましたと。ただ、技術的なバックグラウンドが、まあ、CCNA、DA 取ったり、LPIC 取ったりと、なんか幅広いねと言いつつ、要するにネットワークエンジニア、Linux エンジニアということなので、あまりプログラムっていうのは長くやってこなかったという、そんな背景を持っております。したがって、あとで仕事なんかもちょっとお話しますが、まあ、パペットとか、シェフとか、アンシブルとか、まあ、フレント D を使ってログを集めてみたりとか、そんなことをやってきています。ということで、仕事のことをお話しますと、主にインフラ基盤の開発、運用、監視など、そしてもまあ、ハードウェアの検証をしたりとか、動かしたり、セットアップしたりとか、セットアップする以上は運用ツールですね、を作ったり、監視を作ったりすると、
というので、なんとも台数が多いので、この辺をやっぱ日々自動化したい、でログを収集したい、まあ、そういったものをずっと作ったりしているのが主な仕事です。まあ、そんな関係上、サーバーのオペレーションとかは非常に知見があるのですが、まあ、がっつりしたアプリケーションみたいなものを作るっていうことはほとんど経験としてないです。なので最後に書いてあるアプリケーションエンジニア、プログラマーっていうのはまあ基本私の周りにもあまりいない。会社にいないというよりは業務としてそういうのを主体としてやる部隊ではないので、そういう人がいないということになります。さて、そんな中でやることというと、まあ運用の自動化 API 化。まあ、今回のタイトルなんかにも入っていますが API 化。今までですとまあ SSH で分回すみたいな、本当にスクリプトで回せるのが多かったんですけど、近年どこもかしこもインフラも API 化されてきたおかげで、まあ、API 化っていう言葉も自動化に加えてやりたいねなんていうのがまあ聞こえてきますと。誰もが有名なユートピア、まあ、ありがちですね。誰かがあれ欲しいんだけどこんなスペックでねみたいな、こういうシートあげるからっつったら自動でできちゃうようなそんなシステムが毎回欲しいねって言われて、作ってねって言われるんですけど、まあ大体言うは簡単だけど作るのがすごく難しい。そして最近の言葉ですと、まあ、めんどくさいことは全部 Python にやらせようみたいなこともありますけれども、こういったものも、なんか Java とか Python とか Ruby とか使えばうまくできるんじゃないのって言うんだけれども、実際そこにも言語に精通したエンジニアがいるわけではないので、シェルスクリプトでは簡単だろうねと思って、こう、なんとなくこういろんなものに飛びついてみる。そんなことをやってきました。そうすると、まあ、時代から言ってパペット、シェフ、アンシブルと、まあ、こう、経てきたんですよ。まあ、便利ですね。非常に便利です。今は最近はアンシブルを触っていますが、まあ、嫌いではなく、むしろ好きな部類ですが、まあ、どうしてもやっぱり、社内のツールとか、業務に携わったものになるので、汎用的なモジュールだけではどうしても、まあ、できないと。特に IPMI 周りとか、そういうところも結構めんどくさいので、あと、ACL がかかってて、ここは絶対に開けてはいけないとか、プロキシーかまさなきゃいけないとか、そういうのがあると、まあ、どうしてもどっかに何かしなきゃいけない。で、ずっと書いてたんですけれども、できなくって、まあ、簡略化するために、アンシブルのバージョンを追いかけなきゃいけないとか、なんかこう、簡単な言語で書けるよっていうけど、独自な言語で、かつフォーマットが変わるので、まあ、覚えてられないな。まあ、そろそろ自分で書いちゃえばいいんじゃないかっていうふうになんか思い始めて、Python 界隈にやってきたのが私だったりします。ですが、これを作るときに困ったものなんですけれども、さすがにここにある JPEG なんてものはないですが、まあ CSV とか、テキストとか、まあ Excel 10分にはここちょっとだいぶ違いますけど、まあでもやっぱいろんな書式が混じってるんですね。書式の関係上システムを作りますので、まあ M4 のマクロがあったりとか、バインドのレコードファイルなんてタブなのかスペースなのかとか、そういったところの区切りがまあないと。だから、ああしたい、こうしたいっていうような、そういうパワーポイントみたいな仕様っていうのはみんなエンジニア書くの嫌いなので書かないんですけど、まあ、一種のスペックといいますか、仕様が書いたパラメータファイルっていうのは非常にある。そして誰もが書いてくれる。最近ですと YAML だけでなく JSON も書いてはくれるんですが、だけど、こう YAML だけに統一したいよねとか言うと、いや、ちょっとバインドは YAML 読めないし、みたいな、そんな状況になったりして、使えない。そして今度はじゃあ、何かこう、一つのものに統一して使おうぜ。って言うんですが、いや、ちょっとこのプロダクトはこのカーネルでしか動かないんでね、みたいなことになって、そこも統一するのが難しい。そんな背景の中で、まあ、いろんなことをやりたいなと思うと結構難しいと。まあ、そんな状況ですね。どっかいい時代ですね。最近は動くようになって便利になりました。さて、ということで、なんか作ってよって言われた時に真っ先に考えたのが、仕様書の方からコードが作れないかなと。スフィンクスなんかでいう、こう、コードからドキュメントを書こうっていうのはよく聞くんですし、それがまあ、ある種当たり前の発想なのかもしれないんですが、インフラやってると YAML とか JSON があるので、こいつらを全部網羅するようなコードが作れないかなと。逆に YAML に書いてる仕様をちゃんと全部動いてくれるコードを書かなきゃいけない。できたからこの YAML と同じですっていうんではなく、出来上がってる YAML 側から、設定ファイルからちゃんとこの行を全部解釈して、すべてファンクションとかを呼んでますんで、メソッドか、こういう場合は呼んでますみたいなものを作れないかなと。そういうなんかこう目的としては逆なのかっていうのがいろいろ考えるんですけど、まあそんなことを考えて、作んなきゃいけないなと、ふうにやっています。で、そうするとさすがに YAML ロードぐらいはできるんですけれども、
そこの設定から全部から何までっていうふうに一気にファンクションに持っていくのはなかなか難しいので、何かしらパーサーを書かなきゃいけない。その辺はアンシブルのインベントリーとかでやっていたんですが、まあ先ほど書いた通り、まあ、めんどくさい。というか大変。ということで調べていたところが、コネクションというものでした。ご覧になったことあるのかな？コネクションで、ここにまあ、GitHub とかにあったりして、ちゃんと開発されてるんですよね。結構あります。前はトルネードを触ったことがあったのと、ジャンゴを触ったことがあったので、その辺で作ろうかなと思ったんですが、まずコードを書かなきゃいけない。いや、コードを書くのはいいんですけど、コードから書くて何作るのって言った時に、一回書かないと説明ができないので、ちょっと大変っていうのと、なんかないかなと見ていたら、こんなものがありましたと。どういうものかというところなんですが、端的に言うと、あ、ダメだ、これ違う。こうか。こっちですね。ここのスワガー。このスワガーのところを先に書く。普通フラスクなんかも、まあ、これは後で知ったので、最後のまとめで書きますが、別にコネクションじゃなくてもいいんじゃないかと思ったところもあるんですが、このスワガーを作ってくれるし、UI も作ってくれるっていうのは、実はフラスクなんかにもあって、それ本当に後で気づいた。失敗したなと思いましたが、まあそれはそれとして、コネクションはまずこっちを書く。スワガーを書いて、で、パスを書く。まあ、この辺は、OpenAPI の仕様なので、そのまま書くんですが、その中で、パスを書いたところで、ここにあるオペレーション ID ですね。ここの部分で Python のコードを読んでいくようになる。そんなコード体系というか、フレームワークというか、ツールになっています。なので、このスワガーを書いて読み込ませたときには、必ず何かしら、こう、対になる、メソッドなりクラスなりがちゃんとあるというのがもう最初から担保されているようなものなので、うん、これは面白いかもね。として、この YAML なら Python 俺よくわかんねえっていう人でも書いてくれるので、まずはこれ書いてよ。で、ここのオペレーション ID で呼ばれるところは俺が書くからさ、みたいな会話ができるということで、まず設定シートを書いてくれ。で、このスワガーがあれば、Node.js だし、今日もに大きいのは、なんかでも読み込めて UI が作れたりするので、ドキュメントとしては Python に明るくない人でも、とりあえず何ができるのかなっていうのを共有できるというところで、非常に説明がしやすかったというところが最大の魅力でやってみました。実際じゃあ、どういうふうに作るかっていうところですが、その辺は非常に、じゃあ呼ばれるとメインのところはこちらです。ちょっといろいろ書いていますが、端的に言うとここだけ。メインインクで読んで、ここですね。アプリケーションのとこで、フラスケープアップを読んで、スワッガーを読み込んだ上で、ポートとリスンを決めてランをするだけ。で、ドキュメント読んでいただくとわかりますが、ここのフラスクアップのバックエンドをトルネードなんかにすると、変更することもできるので、別にフラスクが内包されているわけではないですと。ただまあ、フラスクのような動きを、フラスクを一緒に使いながら作るので、フラスクをご存じの方はまあ、難しくないですね。なので、ここで起動する。そして、ここで起動しまして、見えるようになると。ここにちょっとこれだけ書いてありますが、この URL トップっていうのが、こちらのパスのトップに今作ったものなんですけれども、ここですね。アップ、PyConJP クラスの URL トップというメソッドを呼んでますと。いうふうになって、ここで200OK を返す。こんなようなものが作れる。そんな作りになっています。従って、あとは URL のパスに合わせて、例えばここ、すらデモで作ったので、じゃあ、ここはデモっていう、別のモジュールファイルのデモ PY って作ってますけど、ファイルを作ってやると階層が、スワガーから見た時の階層構造がスッキリするよねといったところで、コードが書けるようになります。ここも、ゲットとかですね。で、ポストなんかがあったりする。これが非常に便利で、まあやってみたと。これも
ファイルを見て自動的にここをゲットだけにするオートルーティングっていうのもあるんですけれども、まあ、その辺は、まあ、ありまして、時間がないから紹介だけにしておきます。といった形で非常にスワグワン側から作るのは便利だったというものになっています。で、従ってこの利点ですね。何を作らねればいけないか誰にでも分かる。Python が分からない人でも分かる。ここが一番まあメリットですね。ただし欠点としましては、このスワグワンのところが OpenAPI のスペックで全部使えるわけではなく、コネクションが一回読み込んでから実行するので、無理な時はできない。特にリフ回りができないので、エイリアスが効かない。そして OpenAPI の方は、ファイルを複数に分けたものを混括しながら読み込めるらしいんですけれども、てかそういう仕様らしいんですけど、それがコネクションはないので、どうしてもスワグワンを一個のファイルにしてやらなきゃいけない。ということで、バカでかいものを作ろうとすると、膨大な YAML ファイルができてしまうので、ちょっと大きなものを作るには向かないなと。あと先ほどもクラスメソッドでコードに書いてあったのはご覧になられたかと思いますけれども、呼び出すのは基本的にメソッドなので、インスタンス化してうんぬんかんぬみたいなそういう呼び方がないので、クラスメソッドとかスタティックメソッドにしてやらないといけない。もしくはデフとしてもファンクション、メソッド最初から呼ぶ。まあそういったことをしなければいけないですと。なので、じっくり仕様書を書けないときにはいいんですけれども、最後の方ですね。より Python にこう詳しくなればなっていくほど、ちょっと微妙かなっていうのが、最後の最後、1年ぐらい、いろいろ作り上げた後に気づいたものですね。なので、おすすめしつつバージョン2ぐらいからは実は抜けた方がいいんじゃないかっていうのが、個人的な感想だったりします。時間はどれぐらいだろう。ちょっと最後に、時間がまだ終了と言われているのでお見せしますと、例えばここですね。でも、このクラスメソッドを外すと、当然メソッドなんで、クラスのメソッドなんで、セルフデモパスって入りますけど、ここを呼ぼうとすると、こっちか。そうですね。まあ、先ほどここが呼ぶやつですが、まあ当然エラーになる。いきなり中に呼びに行ってるのでダメですとか、あとこの辺のデモパスのところで送ったときに、ここもエラーになるんですけれども、この辺のエラーが追いかけにくいっていうのもまた特徴ですね。このスワッガーの方で値の方をチェックできるので、どんな値が必要か、クエリだとかパラメーターの値をバリデーションチェックすることができるんですが、こちらのコードと同時にチェックできるようなツールがフレーク8みたいなものでチェックができないので、変数がどういうふうに渡るかっていうのを追いかけるのも少々めんどくさい。そしてエラーの出方もパラメータがおかしいと出てくるときはコネクションのエラーとして出てきちゃうので、ここを追いかけるのも少し大変ですと。そういった欠点があったりして、よりコードをしっかり書いて、こうスワッガーを作れるぐらいまでコードが出来上がってくると、なんか、不便だなと思ってしまうところがちょっと悲しいところですね。その辺がちょっと今後の発展に期待したいところではありますが、まあ、こういった作り方もありなのかなと思って、仕様書から作る API っていう形で発表させていただきました。ありがとうございます。はい、以上です。稲森さん、ありがとうございます。時間いっぱいになりましたので、稲森さんのトーク、ちょっと質疑応答のなしで終了とさせていただきたいと思います。質問もしある方はですね、交流用のスラック等で稲森さんに直接聞いていただければと思います。稲森さん、発表ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、参加者の方、今一度稲森さんに大きな拍手を、まあ、パチパチとお願いします。ありがとうございました。